どれでも好きなの選んでね。全部僕が出すから。じゃあお布団が旦那様からの初めてのプレゼント。まあいいんじゃないか。旦那様は本当に勉強のできる子ね。はい、記憶力には自信があります。今気づいたけど、これってもしかして、デート？さっきはちょっと強く握りすぎたけど、いいんだよね。だってこの子は僕のお嫁さんだし。あっちにもいろいろあるみたいだから行ってみよう。はあ、そうか。そういえばドンキって天国だった。もっと高くていいのもあったのに。大丈夫、これが気に入ったんだ。ねえ、早速敷いてみていい？もちろん。僕の部屋で布団に横たわっている。旦那様も寝てみる？ダメだ、心臓に悪い。ていうかよく考えたら、この家泊まるための道具が何もないね。近くのコンビニで買ってくるよ。私の下着も？それは。じゃあお散歩ついでに一緒にコンビニ行こうよ。え？握り放題なんでしょ？この手は。ああ、心臓止まるかと思った。この薄いドアの向こうで女の子がパジャマに着替えている。すごい、これが結婚か。二人きりの部屋で寝ていいなんて、そんなの本当か、本当に大丈夫なのか。結婚ありがとう。パジャマまで買ってくれてとってもいい感じよ。バッカワーイマリアージュ。お待たせ。あれ、その髪型は。え、何って。なんてこった、髪をまとめても可愛い。近くで見るとなお可愛いな、畜生。顔の筋肉がこわばる一方じゃねえか。淡い月明かりに浮かぶ彼女の姿は文字通り芸術品のように美しく。付き合ってもらって大変だったでしょ。そんなことないよ。それは偽りのない本心だ。じゃあおやすみなさい、旦那様。ダメだ、心臓に悪い。